皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは人生予測できないから面白いということについてお伝えしていきたいと思います。未来予測ができたらいいのにとかね、一度は多分考えると思いますし、私も思ったことはあります。例えば昔の、ね、映画でバックトゥーザフューチャーっていう映画があって、この年代の方ならねご存知かと思うんですけど、未来からね、タイムマシーン投下している車に乗って過去に訪れて、そして自分の未来を変えていくみたいな、よくあるタイムマシーンものなんですけど、要は未来をね知って、そういう未来になるんなら過去でこう直しに行くみたいなことを考えられるっていうことからするとね、未来予測とか未来を知ることができるっていうのは非常にこう人類永遠のテーマかもしれないというふうに思ったりもします。だけれども予測ができてしまう、ゲームもそうですけど、勝つのが分かっている、ずっと勝つのが当たり前になっちゃうゲームって退屈だって言うじゃないですか。もちろん勝つっていうことはねいいことだと思うんですけどね、ゲームとかに。でも予測がつかないからドキドキしたりとかしますよね。で、そうだな、例えばもちろん勝負ごとに勝つ負けるとかっていうのもあるかもしれないし、特に恋愛とかなんかはね、絶対に勝つって分かってないじゃないですか。勝つっていうのは要は自分が告白したら相手も絶対に自分を好きでいてくれるなんて保証はどこにもないじゃないですか。だからね、飛び上がるような嬉しい気持ちになったり、振られて残念な気持ちになったりとか、そこは人と人との関わり合いになるので、またねドラマになっていくわけですよ。ですから予測できてしまう人生はつまんないと思いますね。で、じゃあどういうふうに捉えたらいいのかっていうと、まずは予測ができないっていうことを楽しむと決めることですよね。こんなこと起こっちゃった、うわどうしようじゃなくて、その何が起こるかわからないっていうのが、ある意味人生の醍醐味なわけですから、その段階で自分の中で今できる最善の手を打つ、悪いことであればですよ、いいことであれば、こんなハプニング起こっちゃった、楽しすぎるみたいな、ね、感じでそれを受け取るっていう、ギフトとして受け取るっていうこともできると思うので、だから人生って多分面白いんだと思うんですよね。私の人生の反省は多分人と別に比べることは私はしないんですが、順調に来た人生ではなかったと思います。おそらく一般的に言うとですよ、特に経済面ではあまりお金がある人生を過ごしてないので。でももう折り返し多分後半にかかってるわけなんですけれども、この状態においては結構何でも願った通りにやることはできているっていう状態をちゃんと作り上げていくことができているので、こんな人生小学生の私は多分想定していない。ただ未来に向かってね実直に動いていくしかなかったんで、ただね不思議と腐るっていうことはなかったんですよね。お金はなくて貧しかったですけど、どうにかすればきっとこの状況は打開できて、今過ごしているこういうタイプの人生じゃない人生を私は送ることができるって、確信めいたものがあったんですよね。だから今社長業もやってますけれども、会社を起こして社長になるっていうのも慣れてますし、作家ですね、本も3冊目書いてますけれども、作家になるって言えば作家になっていたりとかできてますので、家を買うといえば家も買いましたし、そういうね物欲的なものとかもきちんと一つの目標値としてできているっていうのは、できないと思ってないからできてるんだと思います、おそらく。だからまずね自分がそこの中にどういう状態でいたいのかっていうのをまず決めるっていうことが第一番に必要で、だからいろんなハプニングとかも
面白いなっていうふうに捉えると、多分ね、出来事が違うふうに感じられるんじゃないかなっていうふうに思います。だから今どういう状況に皆さんがいるのかっていうのは私には分からないですけど、予測できないことは神様からのギフトだと思って、それをどうやっていかに楽しむかっていうふうに視点を変える方が多分ね、人生は楽しいんじゃないかなっていうふうに思います。それでは。